チャンネルです。今日は久しぶりに高速はね、のんびりと走っておりますけども、この辺の実況をしていきたいと思います。まあ高速道路なんでね、実況といってもそれほど実況するところもあまりないんですけども、まあ、とりあえずここは京葉道路です。で、京葉道路は実は高速道路ではございません。知ってる人は知っているんですけども、実は知らなかったっていう人が意外に多いんですけども、これは有料道路です。なので速度制限100キロではありません。60キロです。ここでね、よくスピード違反で捕まっているのを、よくではないですが、たまに見かけます。まあ、多分120、30キロで走ってた車が捕まるんでしょうね。一応ここは本当に60キロが上限の道になっております。とりあえず向かうところは多古町というところなんでね、そこまで、まあ、のんびりと実況をしていきたいかな、できればいいかな、そんな感じです。ここの道ね、意外に工事してて道が良くなったんですね。最近ちょっと通ってなかったんですけども、真ん中に工事やっているところありますけども、まあ、そのおかげで前路肩だったところが車線に変わってますね。多分道を整備するために、まあ、道を半分ずらしてるんでしょう。まあ、これが走りよくなったら、まあ、工事よく走れるんじゃないかなと思います。はい、なお私はいつも通り、法定速度プラスアルファの道のね、車の流れに沿って合わせてね、歩調を合わせて走っておりますので、まあ60キロプラスアルファですね、本当に若干プラスアルファ、まあ、それぐらいで走っております。なので左車線を走っていくことになっているんですけども、まあここら辺の道はみんな右車線は突っ込んでいきますね。ここはちょっと幕張あたりです。14号でいうと幕張ですね。まあ、今のところで降りれば14号に出れます。でそこから稲毛もしくは津田沼、その辺にね曲がっていけるんですけども、今回まっすぐですね。そしてまっすぐ行くと幕張のパーキングエリアがいます。ここはね、下から上がってきて料金所がなくて利用できますので、高速道路、常に高速道路に入ってない人でも下から、料金かからずに利用できるパーキングになっております。だから何かの理由でね、まあ、トイレに行きたいといえば、もしここの幕張の近く通っていればインターの方に入ってきて、まあ、料金かからないんでね、幕張のパーキングエリアを利用してもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてここはあの竹石のインターになります。竹石のインターはね、登る方も降りる方もこれは料金かかりませんので、利用するならここから登っていくのもいいんじゃないかなという感じかな。ただね、高速道路じゃないのでここも60キロです。そしてこの先の宮の木ジャンクションで東関道に入ります。で東関道に入ったら今度はね、高速道路なんで最高速度は一応100キロ上限、まあプラスねアルファになると思うんですけども、周りの歩調に合わせて、周りの歩調を合わせてね、走っていきたいと思います。まあ、ここはまだ60キロです。はい、宮野木ジャンクション2キロという感じになります。たまにあの、本当捕まるっていうのはね、たまにだけど覆面走ってるんですよ、ここ。だから覆面に運悪く遭遇しちゃった場合はね、捕まりますということですね。だからそれを分かっているから、まあゆっくり走っている人はいるんですけども、まあ、それを見たことない、もしくは知らない人は右の車線をわーっと走っていくんじゃないかな。はい、そしてここ左に成田方面になってますけども、これをね左に入ります。するとね、千葉北、成田、そして東関道という看板のところになってますので、ここを走っていきます。右に行くとね、料金所になりますね。だけどここはあのもうちょっと先に料金所が別にありますので、ここから先は東関道の料金所になります。はい、まだ60キロ制限のところですね。
料金所を超えたあたりかな、100キロくらいかな、まあ、それまでは60キロです。このまますぐ行ってしまうと千葉北インターで出てしまいますので本線に入ります。この時も後ろを、ね、確認して猛スピードで走ってくる車がいないのを確認してスピードを、ね、合わせて合流するのが一番正しいやり方なのかな。そしてもうここは高速道路ですので100キロが上限になります。一応ね、今日は80キロ制限らしいね。ここから80キロ、高速道路でも看板にスピードが出てる、スピード表示が出てるときはそのスピードが最高速になりますので気をつけてないと気づいたらスピード違反だっていうこともありますので、まあ大してそれで捕まるってことはないと思うんだけど、例えばね、捕まるときってのはだいたい40キロ以上オーバーで走ってると、だからそれがね29キロオーバーで済むか39キロオーバーで済むか49キロオーバーになるかの違いだけで、まあ、大した違いはありません。捕まるときは捕まりますということで、私はね、真ん中走るのあんま好きではないんですよ。右後ろと左後ろをね、ちゃんと確認しないといけないっていう確認の右左がありますので、めんどくさいんですね。なので、左車線を走っていれば右後ろだけを確認していればいいので楽なんですけども、まあ、ああいうトラックがいた場合だけは真ん中走ります。はい、この辺はさくらですね。まあのんびり走っても大した距離ではないんですけども、まあ、この辺は緩やかな上りになっておりますので意外にエンジンに負担がかかるんじゃないかなとは思っております。まあでも大したあれでもないからね、スピードも出してるわけじゃないし、まあそんな感じで桜の方は軽く抜けていきたいと思います。幕張じゃないや、成田の方で一応曲がっていきますので、それまではまっすぐですね。特に、まあ、私この何もない本当に田舎の風景なんでね、まあ、目のこう雇用というかね、そのぐらいにしかならないですけどね。すっ飛んでる、本当にすっ飛んでくね。なんだあれ、タクシーだよ。すっ飛んでんな。スピードは走ってるけど、トラックは本当何かあったら止まんないからね。トラックの後ろで、トラックの前に走っててこう煽られるのが一番怖いけど、本当突っ込んでいくわ。ここが飛んでいけばいいのね。止水の出口です。なんだっけ、アウトレットパーク、三井アウトレットパークはね、ここで降りていくんじゃないかな。まあ、以前はかなり突っ込んでたんだけど、最近はもうそうでもないみたいだからね。まあ、行くんであれば、こういったもう空いてる時にね、行くのが一番いいからね。できた時はもうすっごい混んでるから、もうそういう時はもうパス。で、それをね、時期を過ぎてから行けばね、もうどっちみち同じもの売ってるんだから、そういう時に行かないともったいない時間がね。はい、そんな感じで、あ、なんか落ちてるな。なんか落ちてる、タイヤバーストしたよこれ。うわー、すげえな。タイヤって意外と硬いからね、落ちてるものに踏んでパンクしても嫌だから気をつけないとね。成田のね、成田空港の方に曲がっていきます。まあ、成田ジャンクションなんでね、まあ、成田よく利用してる人だったらよく使う
るとこなんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、でも実際成田、ね、東京国際空港という名前ですけども、実際にはかなり遠いですからね、千葉の外れですから、まあ、そういうことも言うのかな。あと2キロでジャンキーですね。もっといけない、こっから60キロだというスピード。そしてここから50キロ。この車線はもう、こっちの高速とは違うのかね。なんかこんな感じだね。この工事を抜けたら左に行けばいいね。左には何かエアポートという看板が出ていますので、ここで曲がります。はい、ジャンクションの方に入っていきますと、ここをくぐるのかな。くぐるね。295に入るみたいですね。この辺の道はね、私もよくわかんないんですよ。ぐちゃぐちゃ、ね、交差してるから。あの交差点ならわかるんだけどね、こうやってこう入り組んだところとかね、本当にわかんなくなっちゃう、ね、方向がね、どんどんわかんなくなっちゃうから。だから道を覚えようとしても、本当にこの道行けばこっちに行くっていうね、そんなことしか覚えてない。これ左ね。一般道じゃない、一般道じゃない、一般車道。料金所ではね、本当に小銭を本当用意しておけばいいんですけど、私も用意してあったんですけど、10円足りませんでした。右方向です。そしてこれを右に行くと、はい、これで295に入りました。あとはね、この295をとりあえずまっすぐに行きます。成田空港までのこれ国道、速道なんだけど、やっぱりホテルが多いからね。あと駐車場も結構あるんですよ。あの成田駐車場の、あ、成田駐車場じゃない、成田空港の駐車場ってやっぱ高いんですよね。1日、まあ、マックスで、まあ、でもそれでも1500、600円とかなのかな。まあ1日2日ならいいんでしょうけど、1週間とかね、1ヶ月とかっていう風に置きっぱなしにする場合は、やっぱりこうやってね、施設の外、設備の外にある駐車場を利用した方が、まあ安く済むんじゃないかなということで、多分利用してる人がいっぱいいると思うんですよね。だから周りには本当駐車場いっぱいあるんですけど、まあ、そこからバスなんか出てますからね、それを利用した方が、まあ安上がりなんじゃないかなと、思います。でこれを左に曲がれという指示ですけども、とりあえず県道の44号に入るのかな。およそ200m 先、左方向。なんかまっすぐ行っても同じような気もするんだけど、まあナビに従いましょう。まあ、Google さんなんでね、機嫌を損なうととんでもないところに連れてかれる可能性もあるから、左方向です。とりあえずということを聞いておきましょう。あとこの辺は結構警備がね厳しいんですよ。巡回している警察が多いんでね、この辺でバカな暴走をしていると多分あっという間に捕まります。いや、この辺は気持ちいいね。太陽も当たるし、ちゃんと影にもなってるところもあるし、夏場
なんかかなり涼しいんじゃないかな、ここね。そして信号がないっていうのが何より一番気持ちがいい。周りも何もないけどね。いや、民家はある、民家。はい、看板の方もですね、多古町市街というところに差し掛かってます。なのでこの辺はもうほぼ多古町と言ってもいいのかな。ここから、道の駅あじさい館というところまではどれぐらいだろう、あと8キロぐらい。ただ時間を見るとね、12分って書いてあるから信号がないんですよね、ほとんど。だからこそ気持ちがいい、のどかな道をね、のんびりゆっくり走るということが気持ちがいいですよね。いや、本当に山の中を走ってきた感じなんだけど、気持ちよくてね、意外にそういうのを忘れちゃうんだよね。めんどくさいとかじゃなくて気持ちがいいから。もうこういうところ走るとね、本当になんだろう、楽しくなってきちゃうんだよね。まあ、楽しいからアクセルをガンガン踏むわけじゃないんだけど、まあ走ってて気持ちがいいからね。はい、この右が多古町立多古中学校、言いにくいけど一応私立なんだね。でここまっすぐ行けばもう多古の、アジサイ館に到着です。左側もうこれね、川沿いです。だから時期になるとここずーっとアジサイが咲いている状況が楽しめるんじゃないかなと思います。まあその時また来てね、まあ、動画にしようかなと思っておりますので、まあ、その時また見ましょう。はい、では皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。